才能とは他人から見てすごいねと言われることです。自分から見てもいいです。自分から見てもすごいと思うこと、他人から見てもすごいと言われることがまず一つ目。二つ目の才能の定義、熱中して思わず時を忘れてしまうこと、ドキドキワクワクすること。そして三つ目が自分では短所だと思っていること、これがあなたの才能です。こういうふうにしてまず自分の才能の種を知ることです。あ、その自分の才能、皆さんバカにしないでもらっていいですか。僕これまあ、その先ほどのバリトの姉貴に話をして、僕の才能なんだろうってずっと考えてました、3年間。で、皆さん絶対笑わないでくださいね。いいですか。言っていいですか。はい、僕の才能を言います。バカにされてもいいです。まず一つ目はですね、爽やかさです。笑ってるじゃないですか、全然。ずるいな、約束守りまして、守りましょうよ。で、俺、爽やかさっていうのは、どういうことかというと、僕、もともと、中学生の時とか、高校生の時とか、爽やかですねってよく言われるんですよ。でも、自分では全く爽やかと思ったことないんです。なぜかというと、僕、心の奥にすごく実は闇の部分がとても多くて、黒い感情が渦巻いてるんですよ、常に。その時に俺爽やかってみんな言ってくれるけど全然爽やかじゃないじゃん、ずっと矛盾を感じてたんです。で、それを兄貴に相談した時に、お前じゃあ人に言われる爽やかっていう才能を感情も爽やかに、会話も爽やかにすればそれが武器になるんじゃないっていうふうに言われました。っていうふうにして今はある意味その才能を生かす努力をしています。という意味で自分の中では爽やかっていうのを才能にしようかなと思いました。そして2つ目は本質を見極める能力です。私はトレーナーをしています。で、ずっとゴールドジムというプロテインを飲んで筋肉マッチョのトレーニングをずっとしていました。ただこれは本物の方法ではないというふうに実は感じました。で、自分で独立をして、今自分のジムではサプリメントを一切売ってないです。で、本当のダイエット法っていうのは10歳の子でも80歳の人でも誰でもできるものが本物のダイエット法だと思っているので、今はなるべく本質を沿った方法で仕事をしています。で、最後3つ目は弱い人を助ける能力です。運動が得意な人に運動を教えるのは、スポーツ選手を見たりして有名になることはできるんですけども、僕の周りにどうしても弱い人ばっかり来るんですよ。運動が嫌いだけど何とかしなきゃいけない、運動が苦手だけど嫌いだけどどうにかしたいんだけどどうすればいいですかという人がいっぱい集まってきました。あ、それが僕の才能なんだなと思って、来年出る本も運動ができない人のための本を書きます。というふうにして自分の才能を意識してそれを仕事に生かしていくと、嫌いな仕事がだんだん好きになってきました。というちょっと一番目は出すか出さないかちょっと迷ったんですけども、まあ、ここは皆さん信頼を受ける仲間だと思って出させていました。皆さんありがとうございます。